果物は私はね、いちごとリンゴとブドウかな。でも果物基本的に何でも好きかも。キウイも好きだし、うん、みかんも好きじゃし、何でも好きじゃけど、強いて言うならば牡蠣がちょっと苦手かな。苦手っていうか好き好んで食べないのが唯一牡蠣かな。それ以外のフルーツは割と全部好きかもしれないな。桃も好きじゃし、メロンも好きじゃし、あ、でもグレープフルーツとか、レモンとか、レモンって果物なのかな？なんか、酸っぱいのはちょっと苦手かもしれない。うん。もしかしたら。牡蠣？そう。あ、牡蠣か！あ、わかんわ。イントネーションわからなくなるわ。牡蠣！牡蠣が苦手です。はい。でもオレンジは好きだよ。あ、レモンって果物なんじゃ。へー。でも一番好きなのはイチゴ。そう、アイスとかチョコレートとか、なんかさ、丸々味の中にイチゴ味があったら絶対にイチゴ食べるぐらいイチゴが大好き。チョコレートもまあ好きなんじゃけど、チョコの中でもイチゴチョコ味が好きじゃし、ドーナツもイチゴコーティングされたものが好きじゃし、シェイクとかもイチゴが好きじゃし、ガムの味もイチゴが好きじゃし、もう何もかもイチゴが好き。うん、めっちゃ好き。いちご可愛いしな、と見た目が。そうなんよ。可愛いでしょ？ね。パフェとかもそう、いちごのパフェがめっちゃ好きだったりするの。いちごといちごミルクどっちが好き？あー、でもどっちも好き。いちごミルクも好き。かき氷だってうち絶対練乳いちごだもん。そう。